みなさん、うちのこみーチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。4月の28日に福岡を出発して兵庫県を目指して山陰道を走ってますよ。山陰道は一般道と高速道路の無料区間と有料区間を走るようになっていて、我が家はなるべくお金をかけないように一般道と無料区間を利用して進んでいますよ。下道を利用すると高速道路では味わえない風景を見ることができて楽しめるんですよ。またわんこ連れなので途中道の駅で休憩しながらの旅となっています。28日は島根県の道の駅猪川で休憩をさせていただきましたよ。炊飯器のタイマーの失敗で出発が遅れるトラブルもありました。松江城に立ち寄って御城印も手に入れましたよ。29日は鳥取県の道の駅避難瀬岩見で休憩をさせていただきましたよ。今日は30日の朝です。いよいよ兵庫県入りますよ。予約している RV パークを目指してスタートです。朝の様子から始まりますよ。最後までお付き合いくださいね。みっちゃん、みっちゃん、そっちかよそっちかよ、そっちかよ。なんだ、高くしてもそっちじゃん。お父さん呼んで。みっちゃん、おいで。みっちゃん、みっちゃん、なんで行かないじゃん。はい、パパには行かない。高くしたんやけど、兄ちゃんがこう顎の背だれに。できた。これ甘酒。ちょっとヨーグルト。これがエゴマ。おみーちゃんが狙ってます。関東地方も夜遅くなってくると雨の範囲が広がってきます。そして明日も朝6時、明日はねお仕事が。ただやはり暑いんですね。みーちゃんお座りして。じゃあヨーグルトあげるからお座りして。ただ標高が800メートルぐらいある。20度いくかどうか。みーちゃん、みーちゃん、お座り。はい、ヨーグルトね。はい、どうぞ。そうなんです。ゴールデンウィークの最終日が雨で、で各地で雨ですとか風が強まって荒れたお天気になる可能性があるので、ちょっとここで移動を考えられている方。食べた？風間さんどうでしょう。いいですか？はい。これね、天気が良くて行楽日和ということで、はい、ママはこれをシェイク。金属音の擦れる音がするので音を消していますよ。
これはママさんの元気ドリンクを作っているんですよ。毎朝飲んでいます。きな粉とエゴマも追加をして入れますよ。いきました。いただきます。非日常的な曲っていうか、夏メロ、ドライブソングを楽しむ車内の様子を撮っていただいちゃいました。さあ、教えてもらった26曲の中からドライブが盛り上がる曲を ZIP 独自で選び、曲の発売日をもとにランキングにしました。さあ、では参りましょう。まずは第4位です。突然ですが、お座敷用のテーブルを紹介します。これはパソコンデスクなんですよ。幅が60センチ、奥行きが45センチですね。溝がついています。こちらにタブレットを挟むことができますよ。こうやってテレビを見たりすることもできます。このテーブル、なんとここに引き出しがついているんですよ。Amazon のこういうの、こういうのここに入れて入れておくこともできますよ。高さも変えられるんですよね。ここ足の調節ができます。 1,2,3,4 よいしょ。これで高さ、これバックス一番高いの。縮めるときはこう押して縮めるだけ。で、我が家のテーブル、あとここ段差があるんよね。この段差にこう差し込みます。そしたらもう倒れることないですよね。全然これで食事をしたらいいですよね。で、足を折りたたむときにはこう折り曲げるだけですね。はい、まあ、お食事するときはこういう感じでしてます。で、これのいいところはみーちゃんがここを通り抜けて自由に座れるね。なんかこのお座敷スタイルいいよね。感じでご飯食べてます。訪れた都道府県は、九州は沖縄以外が7県、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島です。
テクは香川、愛媛、高知、山口、島根、鳥取、山梨、静岡。今回の兵庫を入れて16回目になります。旅に出ると人との出会いも楽しみの一つなんですよね。京都からキャンピングカーで旅をしている方に出会いましたよ。北海道へ40日間行ったことがあるっておっしゃっていて、まだ行ったことのない私は、わあすごい、40日も羨ましいなって言うと、40日は短いよって言われるんですって。そうなの？地元の方から5月から9月まで北海道にいないと歌がわからないよって言われたんですって。5ヶ月間ですよ。すごいですよね。いつかはそんな旅もしてみたいですね。コロッケ、たじま牛のコロッケ1個200円。お味の方はどうかな。おいしいです。はい、どう、たじま牛食べた気持ちになった？ちゃん、こういう音がとっても苦手なんですよね。びっくりしてママの腕の中に逃げ込んできましたよ。日本の近代化を支えた生野銀山の高山町へやってきましたよ。探索してみたいと思います。
お願いしますってよ。はい、みーちゃん。よいしょ。うん、みーちゃん楽ちんだね。何があるってこれ。囲ってるとこだけじゃないの？今のいるところ、ひょっとしてここの。そうね。この辺りじゃないのかな？ここは。今現在地とかなので。これなんだ。おお。すごいな。こんなのがある。なんか寒いな、上着てくれるな。風が冷たいね。ここ？なんか書いてあるよ。スマホも何も見よらん。お母さん見てくる。うん、ながら見ると無理。ここでしょ。入場無料。菊の書院へやってきましたよ。こちらは入場無料ですね。菊の歴史を知る上で貴重な古文書や書画が見られますよ。こちらは館内は撮影禁止でした。山から引いた水を圧力調整をしながら周囲の家庭に転配するための装置、廃所と呼ばれるものだそうですよ。千ヶ谷や銀山町ミュージアムセンターですよ。入ってみますね。井戸があるね。明治、大正、昭和の3代にわたり銀山町の町長さんであった育て邸を改装され一般公開されたミュージアムです。渓流沿いを走るトロッコ線路を眺められますよ。素敵な景色ですね。菊の町づくり工房井筒屋です。旧吉川家の住宅、江戸時代の古民家です。江戸時代に巡検使などの要人が泊まった豪宿を活用した町づくりの拠点と休憩所を兼ねた施設になっています。菊の瓦は天然の鉄分を多く含む土が使われて、菊野の寒冷な気候に耐えられるように普通の瓦よりも固く焼いた瓦だそうですよ。赤瓦とも呼ばれ、石灰色の独特な風合いがあります。辛み石は銅などを精錬するときに出たカスを固めたもので鉱石と言いますよ。地元では辛み石と呼んでいるそうです。今から車中場所へ向かいますよ。今回はここまでです。
回も旅の続きとなっています。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。次回もお会いできると嬉しいです。